ちゃったよ。っていうか君、話ちゃんと聞こえてるかい？その耳いらないんなら撃っちゃおうかな。おいらあんまり器用じゃないし、頭ごと吹っ飛ばしちゃうかもだけど。ってことでバイバイ。つい思いっきりぶん殴っちゃったよ。おい、生きてる？ああ、気絶しちった。そこだ君、あとやっといて、よろしく。なんか疲れちった。おいらってばもしかして尋問下手だったりするのかね。戦利品はこの酒の小瓶だけだもんな。さあ、この香りはスコッチか。ナイス。ドブネズミのくせにいいもん持ってんじゃん。ああでも酒飲むと余計に鼻血出やすくなるんだよね。ま、今はライチンもいないし、オーケーオーケー、いただきます。良くなってきた。今ならジャムラス打ちまくれそうだわ。そんじゃ一丁戦場行ってこよう。はい、打って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 。ふう。長さん、よく来てくれたね。おつおつ。いや、急に呼び出しちゃって悪いね。結構遠いし、来るの大変だったっしょ。君ってほんと真面目で頼りになるよね。でさ、本題だけど、レジスタンスのドブネズミとこそこそ何やってんの？しらじらしい言い訳なんか聞きたくないんだよね。君が何してたかなんてとっくにお見通しなわけ。食料支援、基地の弱点に作戦予定の情報リーク、どれもこれもアウト。はい、証拠もこの通り。お前真面目な割に爪は甘いんだね。ふお前の家族、今度公開処刑することになったから。残念、オイラは正直でね。形状はどこがいい？よく見えるよ。お前の特等席も用意しとくけど。大分に気づいたのがオイラでよかったって喜ぶとこっしょ。これが愛人だったらきっと地元潰して皆殺しだったんだからさ。ライタンはあの人のとこ報告行ってるし。おう、ラブワンか。おう、アイジー、任務お疲れ。おう、お疲れ。こんなとこで何してるんだ？それがさ、薬莢が見事に薬室にはまって全然取れないんだよね。ジャムには参っちゃうね。ふう。ちょっと貸してみろ。これでどうだ？ふぅー、愛知マジかっけーっす。サンキュー。これくらい気にすんな。それよりガスマスクから血が漏れてるじゃねえか。怪我したんだな。
早めにマスターのところに行って直してもらえよ。ジ？ただの話だから大丈夫。テンション上がった拍子にスプラッシュしただけだよ。そのうちライタンが拭いてくれるから平気平気。ライタン、オイラがよく話し出すからティッシュ持ち歩いてるんだって。ふぅ、おっと。そうなんだな。お前たち兄弟仲がいいんだな。これからも二人で協力して頑張れよ。何かあった時は俺やファルも力になるからな。ほう、オッケー、頼りにさせてもらうよ、アイチン。リズ、と、ファルを待たせてるんだった。